Hi everyone, this is Melissa from Okinawa. 皆さんこんにちは、メリサです。今日はオンライン英会話で使える挨拶のフレーズを押さえていきます。で、いくつかフレーズがあるので、まずこの動画では最初に使える初めの挨拶のフレーズを押さえていきます。では早速見ていきましょう。初めの挨拶、はじめましてっていうのを英語でどういうふうに言うでしょうか。Nice to meet you って言いますね。じゃあもう一度確認してみます。 Nice to meet you。 これすごく発音が大事なんですよね。日本語的に言うと Nice to me というみたいな感じになっちゃうんですけど、本当はこの Nice のこのすっていうのはさしすせそのすではなくて、口を見てほしいんですけど、す、Nice、こういうふうに発音してもらえればより伝わる英語になります。ではそこを意識しながらもう一度言ってみましょう。 Nice to meet you. Nice to meet you. ここのもう一つのポイントなんですけれども、me と you ではなくて meet you、 この t が小さいつになるイメージで発音してもらえればネイティブに伝わる発音になります。じゃあそれを意識してもう一度 Nice to meet you 言ってみましょう。Nice to meet you. Nice to meet you. もしこの発音が少し難しければ meet you じゃなくて meet you でも十分伝わります。こういうふうに発音するネイティブの方もいますので、 Nice to meet you というふうにつなげて chu っていう発音で発音することも OK です。では次に、はじめましてと挨拶をしました。その次に、元気ですか、どういう調子ですかっていうふうに聞くときに使う表現です。 How are you? How are you? この表現よく聞くと思うんですけれども、これも How are you? っていうふうに言うんじゃなくて、この How? How? 最後小さいおの形に、口の形を小さなおの形にして How っていうとスムーズな発音になります。じゃあそこを意識しながら発音してみましょう。 How are you? How are you? あともう一つ難しい発音がこの R の発音ですよね。ここはポイントとしては、舌を奥に引っ込めて発音するとより近い発音になります。 R じゃなくて R、R、これまだですね、ベロが、舌が前にあるんですけど、それを後ろに引っ込めてみて発音してください。How are you? How are you? またこの表現もあれば、How are you doing? How are you doing? どのような調子ですかっていう意味ですね。で、ここでも、doing っていうふうに、ぐって言っちゃうんではなくて、ここで、ぐというふうに、最後こう母音を言わない、こう日本語だとグッとウが一緒になってグッって言っちゃうんですけど、ここでグッで止めます。 How are you doing? How are you doing? では最後、調子はどうですかって聞くもう一つの表現が How's it going? How's it going? で、これは最近どうですかっていう意味ですね。もう少しカジュアルでフレンドリーな表現になります。で、この発音のポイントなんですけれど、まず本当は How's it going? っていうのはもともとは How is it going? っていう文なんですよね。ただもう長すぎて How is it going? って言う人ってあんまりいないので、 How is it? を全部つなげちゃって How's it? How's it? っていう風に発音します。じゃあこれを意識しながら最後練習していきます。How's it going? How's it going? では、How's it going? How are you? って聞かれた時に答えるのが I'm good. 私は元気です。I'm good. これも I'm good じゃなくて good. Good. でで止めます。じゃあ、ただ元気なんじゃなくて、とっても元気な人は I'm great. I'm great.っていうふうに答えたらいいと思います。で、よく教科書とかで載っているのが I'm fine. How are you? I'm fine.
っていうふうに応答を、ね、そういうふうに返事しなさいって教科書に載ってたりするんですけど、この表現はあんまり使わない方がいいです。 I'm fine ってこのネイティブの人からするとどういうニュアンスかっていうと、結構です、大丈夫ですっていう意味になっちゃうんですよね。今私に話しかけないでください。ちょっとそういうふうに伝わっちゃうんですよね。なので I'm fine じゃなくて I'm good、 I'm great、 こういう表現を使っていきましょう。では、How are you っていうふうに挨拶を最初することも大丈夫なんですけれども、その時間の、その時刻に合わせた挨拶もあります。例えば、Good morning。午前中なら、Good morning。また、午後なら、Good afternoon。Good afternoon。また、夕方頃なら、Good evening。Good evening。というふうに挨拶することもできます。じゃあもう一度それぞれ練習していきますね。Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. またその後、初めて会う講師なら自分の名前を言いましょう。I'm Melissa. I'm Melissa.I'm 誰々、名前を言います。その後に、It's a pleasure to speak to you. あなたに話せて光栄です。あなたに話すことができて嬉しいです。これも付け加えると、より、いい挨拶になりますね。じゃあ一緒に言ってみましょう。It's a pleasure to speak to you. It's a pleasure to speak to you. そしてそれに対して、Thank you very much. Thank you very much. で応答したらいいですね。でここで、発音のポイントなんですけど、まずさっき speak with you って言いましたね。 It's a pleasure to speak with you。 この with の発音が少し難しいんですよね。 with じゃなくてこの th の発音、 th、 下を前歯に当てて出す音ですね。 th、 口を見てほしいです。 th、はい、そのように発音するとこの音が出ます。じゃあ一緒に with 言ってみましょう。with、 with、 これ thank you の時も一緒なんですよね。 thank you、 これも thank you というふうに発音するとよりネイティブに近い発音になります。では次は遅刻してしまった時、自分がオンライン英会話のレッスンに遅刻してしまった時に言う、使えるフレーズです。I'm sorry, I'm late. まず謝らないといけないですね。I'm sorry, I'm late. 遅くなってしまってごめんなさい。じゃあもう一度一緒に言っていきます。I'm sorry, I'm late. で、この時の発音ポイントなんですけど、よく I'm sorry ってすごい日本人的に言うと sorry ってなるんですけど、どっちかというとあの発音に近いです。まあ、でも正確に言うと、あとおの間の発音ですね。ああ、sorry, sorry。じゃこれを意識してもう一度言ってみましょう。I'm sorry I'm late. I'm sorry I'm late. これせっかくなので感情を込めてぜひね、使ってみてください。では、謝るだけじゃなくて、なんで遅れてしまったか説明したいとき。I'm sorry I'm late. It took me some time to log into Skype. It took me some time to log into Skype. 何々のせいで、何々に時間がかかって、遅れましたっていう説明の文になります。で、まあ、この場合は Skype のログインに時間がかかりましたっていう表現だったんですけれども、まあ、他に自分の状況に合った表現を使ってみてください。で最後なんですけれども、まあ、遅れた場合に、謝りました。でその後に待っていてくれてありがとうございますっていう表現を最後押さえて、この動画を締めていこうと思います。 Thank you for your patience. Thank you for your patience. これが待ってくれてありがとうございますという意味になります。またあるいは Thank you very much for waiting. Thank you very much for waiting.これも同じ意味になります。で、ここでもポイントは Thank you ですね。これを Thank you じゃなくて Thank you ってしっかり発音していきましょう。では、ここまで。まず最初のオンライン
英会話始める初めに使えるフレーズっていうのを押さえていきました。では続き、また、オンライン英会話中に使えるさまざまなフレーズ、これから押さえていきますので、続きの動画も見てみてください。では、See you next time!